あちらの住宅で男性の遺体が見つかったということです。今日午前10時20分ごろ、阿久比町宮津の住宅の敷地内で男性の遺体があるのを警察官が見つけました。愛知県警によりますと、他の県警からの安否確認の依頼を受け、今日この住宅の敷地を確認していたところ発見したということです。捜査関係者によりますと、遺体は服を着た状態で住宅の庭で倒れていて、目立った外傷はないということです。この家には50代ぐらいの男性が一人で住んでいたということで、警察は遺体がこの男性とみて身元の確認を進めるとともに、事件の可能性もあるとみて調べています。